どうも、皆さん、今回は2013年夏アニメを振り返る動画だよ。今から10年前ですか。2013年なんかつい最近に思えるわ。こうやってマイクールごと10年前の作品を振り返る動画、覚えてたら定期的にやっていこうかなって思ってるよ。覚えてたらな。2013年夏アニメ放送されてた作品としては43作品あるんだ。もう10年前の段階で1クール50本くらいの放送数になってきてたんやな。2012年くらいから爆発的に深夜アニメは増えていったからね。2013年あたりから1クール40本以上あるのは当たり前になってた。アニメが多いことを喜ぶべきか、作品数が多すぎることを嘆くべきか。2013年夏アニメの中で一番盛り上がったのは金色モザイクかもしれないね。金モザ、ナッツ。10年前は日常アニメブームが巻き起こってる最中で、この金色モザイクもいわゆるキララ系作品として放送前から注目されてたんだ。スタジオ5組制作の可愛い感じのアニメやったな。まさにキララ系アニメらしさ全開で可愛い女の子の日常をノンストレスで楽しめる作品だったんだ。主人公が昔留学してた先の知り合いが日本に転校してくるんよな。うん、1話前半でそんな留学の模様を描きつつ、時系列を一気に進めて高校生になった主人公たちの日常が描かれてたんだ。ものすごい安定感のある作品やったの覚えてるわ。シリアスとかは一切なく、日常ギャグに徹してて、キャラクターの可愛さとギャグをクスクスと笑いながら味わえる作品だったね。10年前って時代も感じますね。最近は日常アニメも減りましたし、プリズマイリアの一期の放送も2013年夏アニメだった。おお、フェイトシリーズのスピンオフ的な作品やったよな。フェイトシリーズ本編とは違って、この作品は魔法少女もののように描かれてる部分があるんだ。わかりやすく言えばカードキャプターさくらみたいな感じになってる。フェイトで CC さくらみたいなことをしとると。うん、フェイトではおなじみの英霊たちがカードになってて集めるんだ。この王道とも言える魔法少女ストーリーと、あざと今でのキャラクターの可愛らしさ、そして戦闘シーンのクオリティの高さは本当に素晴らしい作品なんだ。フェイトを知ってる人も知らない人も楽しめる作品やな。私が印象に残ってる作品も多いんだ。まずガッチャマン、クラウズ。ガッチャ、や。ガッチャマンシリーズ33年ぶりの新作として制作されたんだ。科学忍者対ガッチャマンは創作のお話として存在する世界。そんな世界で主人公はある日突然謎の人物から手帳を受け取る。その手帳はガッチャマンに変身するアイテムだったんだ。面白い作品やったよな。うん、1話は王道なストーリーっぽいんだけど、ものすごく現代的な話なんだ。インターネットという媒体を変身ヒーローもののストーリーの中に取り込んでる。敵である宇宙人のガッチを演じてた宮野守さんの演技もさすがやったな。強敵のガッチに挑むガッチャマンたち、でも誰も叶わない。予測できない主人公、予測できない敵が予測できないストーリーを生んでる作品だったんだ。ちょっと終盤はごちゃごちゃしとったけどな。個人的に一番印象に残ってるのは原始圏2代目かもしれないね。まさかのアニメ化やったもんな。アニメ化もされた原始圏の続編作品なんだ。過去のアニメで登場したキャラクターも出てるんだけど、声優さんは残念ながら変更されてしまってる。それでもストーリーが良かったんよな。オタクの日常、モラトリアムみたいなものを描いてて、前作から登場してるマダラメの物語が私に刺さりまくったんだ。あれは泣きますね。かつて大学生だったオタクは社会人になった。時間の余裕がなくなり、かつての彼の場所だったサークルも女だらけになってしまう。でもどこか彼はそんなサークルを卒業しきれてなかったんだ。モラトリアムやな。彼はずっと恋をしてたんだ。2代目ではモテキが訪れてるんだけど、前作からずっと彼はオタクではない先に恋をしてた。オタクじゃないギャルって感じやったよな。彼氏のオタク趣味を理解しようとしてて可愛い感じやったわ。大学生の時から続いていた彼のまっすぐな気持ちは行き場をなくてたんだ。でもこの2代目でようやく結末がついた。それが本当に素晴らしかったんだ。ええ作品やったな。私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い。なんかアニメ放送時よりも放送後の方が原作が人気出た。レアな作品と言えるかもしれないね。いわゆるモーンヌな感じの主人公の痛々しさを楽しむ感じのアニメやったな。うん、でも原作ではこの後しばらくして方向性が変わったというか、ユリ要素もみたいなのも出てきて、男性にはモテないけど女の子にモテちゃってるんだ。何がどうしてそうなったんや。一期の人気はそこまでだったけど、今二期やったらもしかしたら爆発的な人気にある作品かもしれないね。令和にはタモテ二期ある可能性はあるんか。悪い意味で印象に残っちゃってるのはステラ女学院高等科 C キューブかな。出た。庵野監督や今石監督が抜けた後のガイナクス、そんなガイナクスが制作した作品だったんだけど、まあひどかった。主人公ことユラコーがな、サバゲーを題材にしたアニメだったんだけど、序盤はそこまで悪くなかったんだ。欠点こそあれど、サバゲーを題材にしたアニメって感じで、それ以上でもそれ以下でもない感じやったな。中盤から作品の雰囲気が明らかに重くなるんだよね。あくまでも
部活としてサバゲーをやってるんだけど、キャラクターのガチ感が怖いんだよ。何の覚悟もなくサバゲーをする。あなたの、その態度とても不愉快。何のために戦ってるの。あなたにサバゲーをやる資格はないわ、と、主人公に言い放つキャラまで出てくる。怖い怖い怖い。その結果主人公が闇落ちみたいなのになって、周囲のキャラに当たり散らかしたり、別の学校の部活に参加したり。意味わからん。そんな闇落ちから立ち直るきっかけが幽霊だからね。説明されても理解が追いつかないアニメやったな。フリーは個人的に京都アニメーションってこういう作品を作るんだなって思った作品なんだ。フリーの一期も2013年なんか結構長いことやっとるよな。男子水泳部を題材にした作品で、引き締まった男性キャラクターの筋肉描写へのこだわりは思わず笑っちゃうほどなんだ。ムッキムキやもんな。そういう狙ってる感じはあるんだけど、ストーリー自体はまっすぐ王道の青春ストーリーを描いてて、京都アニメーションらしいキャラクターの丁寧な心理描写とクオリティの高い作画もあって大人気になった作品だね。今回紹介してきたような名作に隠れがちな作品ではあるんだけど、有頂天家族も印象に残ってるんだ。四畳半神話体系でおなじみの森見富彦さんが原作のやつやな。京都を舞台にした雰囲気、さよなら絶望先生でおなじみの久米戸先生によるキャラクターデザインのキャラのひょうひょうさ、略語を聞いているかのようなリズムのセリフの掛け合いが純粋に面白いんだ。1話だけ見ると話の方向性とかが見えへんのよな。落ちぶれた天狗、天狗の術が使える女性、タヌキの4兄弟と母親、そんな彼らの日常を淡々と描きつつ、過去に起こった事件の全貌が徐々に分かっていくストーリー構成は、1クール全部見終わって面白さがきちんと伝わる感じなんだ。スルメアニメやな。解作というか、とあるシーンが強烈に印象残る作品があるんだ。それがファンタジスタドール。ああ、あのシーンか。主人公がドールを召喚できるカードを手にして戦いに巻き込まれていく。このベタなストーリーからは想像もできない展開が待ち受けてるんだ。主人公がガンタンクになるからね。くさ。1話は真面目なんだけど、徐々にカオスになっていくんだ。戦闘の際に使われるカードがちくわだったり、サバの着ぐるみだったり、カード使ったバトルのはずのにルールが曖昧だったり、カードを使ったバトルのはずのに主人公が見ているだけだったり、カード使わなかったりと突っ込んでくださいと言わんばかりの要素を入れまくってるんだ。なんか見返したくなってきたわ。このキービジュアルからは想像できないような内容が描かれてるのがファンタジスタドールでもあるんだ。いい意味でも悪い意味でも悪ふざけがすごい作品だったね。10年前の作品やから知らない人も多いかもしれへんな。みなみちゃん的には一度は見てほしいアニメやで。他にも恋愛ラボだったり、ローキューブ SS だったり、玉ゆらもアグレッシブだったり、サーバントサービスだったり、神の溝知る世界女神編なんかも印象に残ってるよ。名作も隠れた名作も奇作も混じっとるクールやったかもしれへんな。ではまた次回。